ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。バイオハザード RE3 の発売前にもう一度ね、バイオハザード3をプレイしておこうっていうこの実況プレイでございます。続きからやっていきましょうか。いよいよシチュエーションとしてはラストの処理場に入ってきたところだね。で、どんどんと謎解きをこなしていきつつ、ラクーンシティからの脱出を目指すというようなところからの再開でございますよ。これ、ボタン操作して蒸気を止めながら奥へ行くための手段をね、手段っていうか奥へ行くパターンを模索しないといけないっていうような仕組みだね。これ強引に確か取れたような気がするんだよね。ほらこれ蒸気全部止めなくても強引に行けんのよ。で、ロック解除されて、まあ、ゲーム性台無しなんだけど、まあこういうのも一つのね、小ネタとして。ここ確かカードキーだったよね。これ以上こっちは先へ進めない。同じような仕掛けがあるのかな、謎解きのごとに言ってるけど、あんまり現実的じゃないような謎解きが結構あるんだよね、やってて。オリジナルの頃のバイオハザード3見て、あまり現実離れしたようなギミックは搭載されてこない可能性があるからね、 RE3 では。まあリアリティは欲しいところだよね。で、次はこっちに行けるようになったっていうことだよね。あれ？俺これ開けたんじゃなかったっけ？水質チェックがエラー。水質の、水のサンプルとか持ってたよね。これ使った謎解きもこなさないといけないってことか。ここもね、一度プレイしてるから、どうしてもね、謎解きが雑になっちゃってるわ。申し訳ないけど。あくまでストーリーの再確認なんでね。ここまでの動画で、ファイルとか結構飛ばしながら来たけど、しっかりとご確認くださいね、一時停止して。今度はもう前回はバックからやられたけど、今回は正常位で。やめて、やばいって、やばいって、マジでやばいって。邪魔、どいて。うーん、気持ちよかった。変態行為、変態実況者なんですね。下水道をザブザブ進んでいく姿にすらも興奮する男。まあ、世も末といったところか。主人公が女の子で本当に良かった。舐めてる。はい、それでは、この奥にまだ行ってなかったね。水質のサンプルを使えるのが確かここ。で、謎解きがあってんだ気がするんだよね。わけのわかんない。なんか音を合わせる謎解きなかったっけ、この先に。再びここに謎ギミックが。すごい荒らされてるけど、アイテムないかな。弾薬とか武器、弾薬、あと回復アイテムないね。ここに水質のサンプル使うんだっけ。あ、使える。はい。で、音ゲーになるわけですよ。これはどうすればいいかっていうと、信号機の色したこのバーを合わせて上と同じ波形っていうか、波形じゃないよな、あれは一体なんだ、パターンにすればいいんだよね。まあ、適当に動かしてればそのうち正解するんだよね。まあこの辺じゃねえな、まだ動かさないといけない。どこだ、これだね、これだわ。で、続いて B 行きましょうか。空いてる部分に着目すれば意外と簡単に解くことができる。こうかな。で、続いて C。 重要なのはブランク箇所。これで E のだ、良くないですね、良くないですね。 B をもう一回動かさないといけない。3段あるところも要チェックのポイントだね。そこに合わせないといけない。
これ C が違うのかな、パターン C が違うような気がするな。あ、だけど B も違うか。ちょっと待ってね、カットしますわ。あー、やっと解けました。はい、ありがとうございます。で、水質検査をパスしていけるようになったということでね。はい、ロックが開きました。何分かかった？ここがカードを使って開けるところだよね。そのカードがまだ手に入らないんだよね。この後大きな戦闘が待ち受けてるんで、それをクリアした後に手に入ると。カード使える場所2箇所あるから、しっかり押さえておかないといけないよね。有用なアイテムがあるかもしれないから。セーブしとけばよかったかな、命を落としそう。あの水質の謎解きが厄介だったからね。厄介な謎解きの後には足はつくものだからね、このゲーム。あー、一回セーブしに戻るか。上の階のセーブポイント使うかな、じゃあ。体力も心もとないしね。凍ってろ。別にマグナム使ってもいいんだけど。あー、だけどどうしようかな。死もスパイスの一つだと仮定すると、このまま行くのもありなんだけどね。よく考えたら救急スプレーは拾ってるわ俺。体力に関してはまだ戦えそう。ノーダメージクリア？なんすかそれ。見たことも聞いたこともねえわ。残念ながらノーダメージクリアってそもそもできんの。はい、特に疑わしいのはグレイビディガー戦。あれどうやってノーダメージクリアしろって言うんだよ、この俺に。無理に決まってんじゃん。もうそういうのやるのって運上人だけだから。もうニコライはシャッターの向こう行っちゃってるから。あ、ちょっとやっぱりイベント違う。最初にプレイした時はここでニコライとの銃撃戦があって、で最終的にはネメシスに襲われてニコライが死ぬんだよね。システムディスクを入れてください。で天井裏に連れてかれて殺されるっていうホラーゲームのような展開になるんだけど、あ、ホラーゲームかこれ。なんかおかしいことばっかり言ってんな今日。まあいつもだけど。展開がちょっとだけ違うね。え？ああ、はいはいはい、処理ルーム。滅却処理される前になんとか脱出する手立てを探さないといけない。そこへ立ちふさがるこのネベシス。彼を倒す必要がある。4分以内に彼を倒して、でこの部屋から脱出する手段を探さないといけないのだが、回り込んでくるネベシス。そして一筋の光が横にある。攻撃ギミックは硫酸を吐き出す攻撃ギミック、あれを使ってネベシスを倒していかないといけない。一定時間ごとに確か復活するはずなんだよね、この攻撃ギミック。あー、来なかった。あぶね。よいしょ、ぐるぐる回って倒しましょう。あぶね、地形に阻まれた。まずいかも、食らうかも。あ、倒した。よっしゃ、色の地面の声後頭部から。よくありました、ごめんなさい。なかなかうまく立ち回ってんじゃん、実況者持ってる。やるじゃんやるじゃん、実況者持ってる。暗いそう。
やべ、あぶね、同コンピッチャーだな、助かった。アップだよ、アップアップ、攻撃オブジェクト使いますよ。アップねー、え、冴えてんだ、すごい冴えなんだけどまるでこの俺のプレイとは思えないような。で、研究員の死体、彼からカードキーをぶん取って、で、脱出すればいいわけだね、この部屋から。で、いよいよネメシス君の最後の時、ここの処理ルーム内で一緒に処理されてしまう。で、俺は悠々と脱出する。ネメシス最後の時、じゃあな、長い戦いだった、死んでいいぞ。骨は拾ってやりたいところだが、骨も残らないぐらい了解してくれ。さらば、研究員の死体も落ちていく。だけどさ、シリーズのボスキャラってことごとく受難するよね。溶鉱炉に落とされたりとか、処理プール内に落とされたりとか、ものすごい受難っぷりなんだけど、それでもなお生きているっていうね、すげえ話だわ。よし、では最終局面に向けていきましょう。このカードキー使えるところがあるんでね、それ使って回収できるアイテムは回収しておこう。あ、わっ、ストリーキングゾンビが、あ、冷凍弾って周りに拡散するんだ、すげえ面白い。周りに波及してる、はっ、いて、え、あ、打ち切っちゃった俺じゃあ、あとはこれで、え、これ、えー、それ考えたらちょっとやばいのでは。マグナムこれだけでいけるかな、ちょっと怪しくなってきたな、雲行き不透明なんだ。最後まだ戦いが控えてるんで、少し大盤振る舞いすぎたかな、雑魚的にも。ここまで来て怪しくなってきたんだけど展開がどうしよう、誰か助けて、玉ちょうだい、たまたまください、はいはい。バン待ったなしの発言がものすごい飛び出してるんだけど、いいのかこれね、変態実況者、縛りが、おお、救いの光が、縛りがないと言おうとした矢先に救いの光が出てきた。グレネードの弾が2つ分、戦える、気持ちいい、よし、勝ったな、これ、しかし勝ったな。ここってなんだっけ、プラスチックのカードが刺せそうなスロットがある、これじゃないんだ、これなんだっけ、ここプラスチックのカードって手に入ってないよね、最初にプレイした時も手に入らなかったような気がする。なんだ、どこで出てくるんだろう、手に入れたことないんだよね、手に入れ方もわかんねえし。まあ最終局面に向かっていきましょう。どっかで手に入れば開けることにしよう。ちょっとカットしますね、アイテム整理します。よし、それではこれでいきましょう。グレネード持っておいて、マグナムは少しでも温存してね。ニコライが逃げていったシャッターをこのカードキー使って開けることができるはずなので、それを開けて先へ進んでいきましょう。こっちだよね、開けると中からゾンビが出てくるはず。ただここはゲロンチョのはずだから、横スルーできるよね多分。坂になってるとかは漏れなくゲロンチョなんで、まあ、RE3 だとこうはいかないだろうけど、最後に攻めて甘えさせてくれ。坂にいるゾンビでも普通に組みついてきそうだから RE3 だとレーダー受信機、こ
コールを入手することによって、最後のシチュエーションが発動する。レーダーが出てきて、あれ？俺どうすればいいんだっけ、これ。あ、連絡が来た。You're still alive. Such persistence. Nikolai? Sorry, but there is no escape from you. で、ここで慈悲の台、ニコライ君の攻撃が。ライブセレクション。ニコライと無線で話をする。会話してみましょうか。戦うよりも平和で、平和な解決策を見出して。頭数が少ない方がいいってことか。汚いやつ。The amount is modest, but there is a reward to be played upon the confirmation of your death. Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you.あ、このライブセレクションでは結局戦わないんだ。ニコライ生存パターンなのかな、これって。ジム、what happened? Carlos, Nikolai beat us to the chopper. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this.This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. で、どうすればいいの？戻ればいいのかな？あ、戻れる。前のプレイだと、ここまで来た段階で、イベントが発生して、もう時間制限ありの感じになったんだよね。あれ？変だな。また別の展開が起こるのか、これ。ちょっともう一回戻ってみる。Jill! This is... Over. これは？Hey, he just called your name. Who could it be? It doesn't matter. We should tell him where we are. あ、救いの光か。使えない？大丈夫か？That's it. We've got to find a way out of here. Now! 頼む。無線を聞いてくれ。そっちゾンビいるけど。Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. いよいよ夜明けに向けて最終局面。どうしよっかな。ちょっと長くなるけど、このまま突っ走ります。よろしく、もうしばらく。カルロスはもう戻ってこれなくなっちゃったはい、でははしご降りて先へ進んでいきましょう。これは1周目と同じ展開だね。はしごのところがオープンして先へ進めるようになるっていうこの展開で、アイテムボックスで、セーブポイントはないんだよね。これが最後、ここ正真正銘最後のアイテムボックス。ここでもう一度アイテム確認して最後進んでいってくださいねっていうことね。グリーンハムまだあったっけ俺。あ、ないな。吸血スプレー持っていくか。これでいきましょう。もうアイテム欄ガン埋めでいっていいんでね。ここから先は。あ、いた！離せ。あ、いる。基本的に仰向けになってるやつは本当に死んでるから。
うつ伏せになってるやつだけ気をつけないといけない、ゾンビは。多分ね、多分。詳しいこと知らねえけど。で、ここから先へ進んでいって、ラスボスとの戦いがあります。さあ、ラスボスは誰でしょう？乞うご期待。子供はいいけど。で、入り口が崩れて塞がれて、戻れなくなる。ここに大型モンスターのご遺体があるね。この怪物の死骸はアンブレラの開発者生物兵器だ。よろしく。カツオメビエ。タイラント君のプロトタイプみたいなやつかな。で、ここにあるレールガンですよ。で、なんだっけ？パラケルスの魔剣だっけ？名前。うろ覚えだわ。これ動かせばいいんだったよね。パラケルスの魔剣。これ名前間違えてたらめっちゃ恥ずかしいんだけど。イケボでシステムをチェックし出すこのパラケルスの魔剣ね。めっちゃ連呼してるけど。でバッテリーを突っ込んでいけばいいんだよね、順番通りに。1、2、3番、順番通りでいいのかどうか忘れたけど、あ、確か1番が青く光ってるはず。1番を入れようとしたらラスボス戦が始まる。1番を入れたら始まるのか。パコッと確認してくださいね。で、敵もいないのになぜかレールガンを作動させようとするジル。何なんだろうね、これ。そして肉片と化した、彼はネメシスだね。肉片と化したネメシスが出てきて、で、POW の死体を食べて、ミニクルスの進化を受ける。これが今作におけるラスボス。で、こう。ガンシャしてくるっていうことね。あのガンシャ攻撃を食らうと毒になるのかな、これって。まあ、ともあれ、気をつけながら立ち回ることは言うまでもない。冷凍弾がもうないからね。彼は全形態同士、冷凍弾が弱点なんで、グレネードの冷凍弾があれば、ここでも思いっきり使っていっていいね。はい、じゃあパラケルスの負けんで、ネメシスにとどめを刺しましょうか。1回目の作動では当てることができなくて、2回目に動いたときにネメシスをね、この射線上に誘導してとどめを刺すっていうような流れになるね。じゃあ、あとはこのマグナムリボルバーが火を取る。痛い、あ、冷たい冷たい、気持ちいい。大丈夫か、ジル。ファインだ、元気だわ。ぶっかけられてさらに元気になったか。なんで女だ。口が悪いぞ、実況者。とどめ弾死ね。ハザード上げて、うううあっあ、見えない見えない、あちょっとパラケルス早く頼む、命がつくぞ。よっしゃ来たぜ。これで通路が開いて、でルーベスでこちらに誘導する。ちょ、気持ちいい気持ちいい。あ、来ないな。もう一周行かないといけないか。あちゅい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 。こっちへ来い。これジル食らったらどうなるんだろう。ここにいいよ。多分当たるよね。回復大丈夫。死ね。え、当たってないか。来てる。ここで足止めしよう。当たるだろこれ。死ね。よっしゃよっしゃ。そこで燃えてろ。勝ったな。勝った。ありがとうございます。とどめを刺したな。RE3 に向けて
順風満帆な滑り出しといったところか、派手な花火を打ち上げてエンディングを迎えたな。では脱出しましょう。あれ、あげらんねえけど。ここで最後のライブセレクション。まだ動き続けるネベスに対してジルが取った行動とは、ダッドのごとくに言います。この人本当にスターズの一員か。はい、それではエレベーターを操作して脱出しましょうか。あれ、はい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 、危ねえ。ここで滅菌作戦が実行されたのも目も当てられないんだけど、対象はすでに滅菌してしまったのに。どこから来たのか、カルロス君。扉塞がれてたのに。多分 RE3 だったらこんなはしゃぎ方しないんだろうな。したら引くレベルでかっこよくなってるからね、カルロス。マジで。It's coming! Yeah. It's the end. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City.President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City.というわけで、プレイステーション版のオリジナルのバイオハザード3でした。バイオハザード RE3 まで。この動画の収録時点ではあと10日ぐらいかな。ま、楽しみに待ちましょう。で、最後のエンディングでね、ヘリコプターに乗って助けに来た、かっこいいヒゲの持ち主のおじさん。彼の名前はバリー・バートン君って言うんですよ。ちょっと噛んだけど。で、そのバリー・バートン君は、スターズの一員であり、クリスやジルとの、まあ、マブダチみたいな、そういう感じだよね。彼はバイオハザードリベレーションズ2では主役の一人に抜擢されて、まあ、ロリコン親父の名を欲しいままにしてるね。はい。バイオハザードリベレーションズ2もプレイしておりますのでね、そちらの動画もよろしければご覧ください。リベ2も結構ボリュームあってね、ストーリーも長かったし面白かったわ。シリーズ全体通して面白いよね、本当に。さすがにもう20年以上かシリーズ続いてるんだけど、神ゲーだけあって素晴らしい。多分一生ゲームやり続けると思うわ。ははははシリーズが続く限りね。なんだかんだで、全てのこの世の全てのゲームを通して一番好きなシリーズかもしれない、バイオハザード。
そのぐらい世界観とかキャラクターとかが魅力的なんだよね。このゲームに出会わなかったら、ホラーゲームとかホラー映画っていうジャンル自体、あまり興味のないものになっていたかもしれないわ。それほど、この俺の、小市民の人生に大きな影響を与えた作品と言えよ。カプコンさんにも感謝だわ。ありがとうございます。さあ、待ちきれない。残りあと約10日。くぅ、たまんねえ。発売する前のドキドキ感が本当にすごいタイトルってあんまりないんだよね、俺の中で。エクストラゲームはマーセだね。ニゴライとカルロスと、あとミハイルかを操作してプレイできるミニゲームなんだけど、バイオハザード4以降で出てきたね、スコアアタックをするようなマーセと違って、ただ単にゾンビを倒しながら進んでいくっていうようなストーリーで、ポイントを貯めたらロケットランチャーとかと交換できるんだけど、このあたり収録されるのかな ?RE3 に。そのあたりもちょっと気になるよね。あとはやっぱり、この動画の1回目とかにも申し上げたと思うんだけど、ゴーストサバイバーも欲しいよね。ダリオロッソとかの。あとは、マービンとかの、ゴーストサバイバーのキャラクターとして、もあっても面白いと思うんだよね。あと、ミハイルとかね。そのあたりも追加 DLC として、期待しながら、本編、バイオハザード RE3 をプレイしていくことになりますね。ともあれ、まずは本編をしっかり楽しんでね、同時並行で、非対称型のバトルロイヤルじゃねえな、なんだっけ、同時収録のレジスタンスか。バトルロイヤルとはまた違うよね、あれ。まあ、どんなのかっていうと、近いのは何なんだろうね。やっぱりデッドバイデイライトとか、13日の金曜日とかなのかな。一人の敵と四人のサバイバーで争うゲームがもう一本収録同時にねされてるんで、そちらの方も遊んでいくっていうようなスタイルでやっていきますね。ともあれ、メインとしてプレイしていくのは本編なんだけれども、本当はね、これニューゲームのプレイデータもう一つあったんだけど、それでプレイしてれば最後のねエピローグとか新たに手に入ったかもしれないんだけど、すっかり忘れてて、新しくメモリーカードを PS3 で作成してやっちゃったわ。どうせなら2周目っていう扱いでクリアデータからプレイしておいた方が良かったんだけれども、これはもうやってしまった以上仕方がない。はい、というわけでバイオハザード3のプレイステーション版で RE2 に向けてのおさらい的な意味でプレイしました。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。それではさよなら。